マルゲンさんパート2。マルゲンさんがお子様用のテイクアウトのお弁当を作ってくれました。さあみんなで見てみますよ。いきますよ。じゃじゃーん。わー、とっても美味しそう。子供たちの大好きなものでいっぱいですね。ゼリーも入っていますよ。それではここでお弁当の中身を紹介します。一口サイズにした子供用のヒレカツ、美味しそうな唐揚げ、ここにオムレツもあります。ピンク色のかまぼこにウインナー、そして手作りのハンバーグです。これがとても美味しい。そこに子どもたちの大好きなゼリーとふりかけまでついてます。とっても食べやすそうで美味しそうですね。とっても食べやすそうな大きさなので、お子様も自分でもりもり食べられそうですね。お子様のお弁当には気楽山子育て支援室よりお子様マスクとフォトカードのプレゼントがあります。マルゲンさんにはテイクアウトのお弁当がいろいろあります。お子様のお弁当と合わせてたくさんのご注文お待ちしています。